はい、どうもダクダクデスロックマンクラシックスコレクション初代ロックマンをやっていきます。今回はですね、前回エレキマンを倒したので、どうやらですね、次はアイスマンが、敵らしいというか弱点らしい。エレキマンの技が効くらしいよ。だけどアイスマン行こう。いやー、アイスマンクリアポイント10万。はい、まあまあまあ、初めてのステージですよ。おお、なんか来てよ。いやいや、見て滑るステージか。あー、滑るね。やっぱアイスマンは滑るステージだね。はいはい、まだエネルギーは満タンだから、そんなのいらない。頭を狙えばいいんだな、あいつは。おいしょ。頭を狙えばもろともといった感じなんでしょうか。わ、ここ何、水のステージ。はいはい、危ねえ危ねえ。ちょっとペンギンさん、ペンギンちゃんが、ペンギンちゃんが襲ってくる。ペンギン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 ちゃん、いや、ペンギンちゃんちょっと注意しないとダメだな。あぶね、回復し、おーちょ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 いちょい、ヘイペンギン、おー、やっぱ来る。ペンギンちゃん、ペンギンちゃん、ペンギンペンギンペンギンちゃん、あぶない。ペンギンちゃん、いや、ペンギンちゃんどんなシステム。なんか今後ろに飛ば、飛ん、ほい、また来る、また来る、また来る。交代すると結局また来る。うわー、あれ欲しい、あれ欲しい。くれ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 、回復したい回復したい回復したい。結構親切よ。イエーイ。いや、全然進めないやん。これ一回ほら、一回やるとこんな滑るよ。いやー、やめてやめてやめて。あ、ごめんごめんごめん。ちょっと待ってちょっと待って。カットマン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 。オッケー。またそのパターン、またそのパターン。あー、危ねえ。ちょっと待って。もうこれは一旦いらない。一旦いらない。それライフゼロのままなの忘れてたわ。ライフっていうか、コンティニューできないわ。あー、なるほどね。そういうパターンね。いや、これ一回どっかでゲームオーバーになっておけばよかったな。ほっ。うわ、そういうことね。ちょっと、これむずくね。ほっ。ほっ。ほっ。いや、ちょっと、きつい。きついなぁ。ほっ。いやぁ。ほっ。飛ぶ。ここは大丈夫。飛ぶ。はい。飛ぶ飛ぶ。オッケー。どうすか、またこれか。これもうカットマン惜しみなく使おう。惜しみなく。あ、いた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 。はいはい。ほっ。なんでそういうラグ。どこから、どこスタートがいい、どこスタートがいい、これ、どこスタートがいいの。ここスタート。待って待って待って。どういうこと。もうわかんない、もうわかんない。このシリーズ多くない？このシリーズの仕掛け。俺、このシリーズの仕掛けほんと苦手なんだけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほっ。あ、違うんだ。ほっ。ほっ。ほっ。あ、来た。ほっ。ほっ。やった。つらすぎる。え、これ乗るの？な、バカできるか。できるか。またここからか。またここからか。頭残すとダメなんだよね。はい。よいしょ。オッケー、やった、ここまで来たな。ここまで来たらもうセーブでしょう。オッケー。よし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 。よし、ちょっとずるいかもしれんかな。ほっ、乗って。ちょっと見極めよう、これは。でも撃たれそう、なんか。へっ！くしゃみしちゃった。え、これ大丈夫？上に上がんないよ、この子。全然上に上がんないんだけど。上ボタン押したら上がってってくれると。え、これもう、積んでる？もしかして。え、もう積んでるとか。あ、上がってた、上がってた。こうサイクルが謎。うわっ、あぶねえ。ほわ、いや、これ当たるんだよ、たまに。たぶん。あー、ほら、これかわさないとダメってことね、こういう時は。きっとここ、あ、ここきつい。これきついからロードして。ほーらー、すぐできる。素晴らしい。で、ここもう、サクッといけるかね。サクッといって、はい。ここもう見つけたらこう飛べばいい。はい。迷ったらやられるから、もう少しでも近づいたらもう一瞬のチャンスを逃さない。
一瞬のチャンスを逃さない。もうちょっと近づけ。もうちょっと近づかんとさすがに映れんわ。もうちょっと近づこう。いや全然遠いってまだ。いけんのこれ。今か。いや無理でしょ。ここも行っちゃう。あなるほどね。やった初めてここまで来た。あまだあるの？ダメなセーブが。ロックマンクラシックスコレクションでは。で何事もなかったかのように再開すると。こうゲーム実況、こうゲーム実況者としてプライドはないのかお前。ないね。危ない。あぶ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 。おお偶然偶然あ。危ない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 。息アップ取りたい。今の慌てたね。今慌てたね。完全に。よくなかったよ。ほーいしょー。ほーいしょってな。あー便利なシステム。危ない。で、お前はまず借りたいよ。よいしょ。危ないってばな、ペンギンはもう無理だよ、このタイミングで来られたら。ペンギンは無理。これ自動で。ほっ、誰が作ったの、これ。ちょっと。こんなずるい。今だ、やったーはいはいはい、いいですよ、やったよ。これどやったろ。はあ取れないじゃん。これ登れないんだよね。登れないんですね。あやったやったやった。ちょあマックスだからいいか。マックスだからいいけども、よし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 。こっちいると、お前がいるのか、お前がいるんか、お前いるんか、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 いるんか。相変わらずこいつ嫌い。お前最後エネルギー落とせよ。ひとポイント。うわー得点だけか。これまた出てくるパターンもあるから気をつけよう。よーしアイスマン。でもその前にほらいるのよペンギンが。気をつけよう。ペンギン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 がペンギンペンギン。いや回復ください。回復回復。もうない、やばいよ。あ、ちょいちょいちょい。あ、忘れた。出てくんだ。はい。ちゃんと狙おう。ちゃんと狙っていこう。ふっ。ほい。オッケー。よし。で、ここはエレキマンの攻撃が効くから、やっとですわ。で、セーブして。よし。行くぜ。エレキマン。エレキマンじゃねえ。アイスマンね、敵はね。どういう攻撃？くれ！おお、効いてるね。うわ、痛い。やば。倒した？オッケー！あっさりとクリアー。わーい。ロクマンもわーいって感じになってる。やったぜ。ただ、ノーミスっていうのはこれ無理だね。アイスマンもトラウマステージにランキングしてた気がするな。はい！という感じで、アイスマンも無事クリアできました。このね、いわゆる、あ、間違えた！カットマン押しちゃった。セーブ機能を使って、まあまあ、あれですね。難なくクリアしてたわけですけども、まあ、次回は、なんだろう、次わかんない。どっか行くかわかんないけど、次また違うキャラを使いたい。アイスマンってどんな技なんだろう？あ、さっき出してたやつ。これ当てるとどうなの？ほっ、あ、固まるんだ。これ乗れるとか。乗れねえし！誰これ。ファイヤーマンとかなんか効きそうだね。これな、雰囲気的にね。なるほど。固まってるだけなの？固まってるだけか。倒すことできないんだ。しかも乗ることもできないって。どうする？どうすんのこれ。まあ、持ち替えて、打って倒すっていうような感じで使うんでしょうかね。はい。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。次回も違うステージで頑張っていきまーす。バイバイ！ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティテスタクハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。